かいい情報あったら警察の方ですから、どうぞよろしくお願いします。突然幼女が消える。事件の発端は単純な幼女失踪だった。しかし事件は深刻化していった。次々と幼女が消える。入間川沿いで2ヶ月おきに幽谷、社会を不安に陥れていった。遺骨の中に手と足がなかったような気がするんです。そうしますと天国に行っても歩けないんです。物を食べることもできないんです。ぜひもしあるんであれば全部返していただきたい。そして天国で歩けるように食べられるように してあげたいと思います。ついに犯人とおぼしき男が我々の前に姿を現した。幼女にわいせつ行為をしているところをその父に見つかり警察につまみ出されたのである。それが宮崎勉被告だったのだ。警察の調べに宮崎勉被告は野本彩子ちゃん殺害を自供。8月11日野本彩子ちゃん誘拐殺人容疑で逮捕。宮崎がおりました。お品はおまかれております。宮崎は長い髪目、長髪、グレーのズボンに、青い、ポロシャツを着ております。報道陣からカメラのフラッシュがたかれます。親たちのこの悲痛な声をどう聞くのか。宮崎勉被告は野本彩子ちゃん、今野真理ちゃん、難波絵里香ちゃん誘拐殺人を認め、次々とその犯行の事実を明らかにしていった。それは人々の想像をはるかに超えるあまりにもむごいものだった。そして9月5日全く手がかりのなかった吉沢雅美さん誘拐殺人をも認めたのである。もう憎い、もう憎さもあるけども、うん、一つも手挙げて宮崎叩けなかったと、これがちょっとね、本当に許してもらえるもんなら、雅美が苦しかったその思いをね、同じように味わしてやりたいですよ。宮崎勉被告が野本彩子ちゃん事件で逮捕されてから早いものでもう4ヶ月半余りが経ちました。五日市町にあるこの自宅の周りもすっかり冬景色に変わっています。今この家は相変わらず立ち入り禁止のロープが張られ、父親が経営していたミニコミ市の看板も取り外されています。ここに住んでいた家族4人はこの秋ごろいくつかの家財道具を持って他の町に移り住みました。そしてそれ以後何回か何かを取りにこの自宅に戻ってきているということですけれども、近所の人たちと言葉を交わすこともないと